あなたは食べ物に気を使っていますか？食生活には気を使うべきなんだろうけど、忙しいとついつい適当になってしまうね。とはいえ、気を使いすぎたらそれはそれで食べるのがつまらなくなりそうな気がする。それに食べないと体力保たないし、いずれにせよ、しっかりご飯は食べないとだよね。でも、世の中にはがっつり食べると命に関わる結構危ない食材も存在しているよ。今回はそんな、食べすぎると実は危ない食べ物と、その原因物質を4つ紹介しようと思うよ。思い出したような動画タイトル。これやったの、1年以上ぶりなんじゃないだろうか。まずはビワの実。ビワは当食の果肉と大きな獅子が特徴的な果物で、果肉を食べる以外にも、葉をお茶にしたり、獅子をお酒につけてビワ種酒にしたりと、活用法が多くある果物だよ。ビワといえば、まだこれから旬を迎える果物だよね。ただ、熟しておらず、調理などもしていない未熟なビワは特に葉や獅子に、アミグダリンという配糖体の一種を、比較的高い濃度で含んでいることがあり食べるのに注意が必要だよ。ぶっちゃけ、この注意喚起が流れてるのをネットで見かけてこの動画を作ったよね。このアミグダリンという物質は癌に効くとか、民間療法のレベルでは体に良い物質だとする話も、ネットなどで多く見られるけど、実際にアミグダリンが癌などに効果があるとする。信頼性の高い研究はこれまでには知られていないよ。効果があると信じられている。かっこ効果があるとは言っていない。参考までに、1970年代の米国ではレートリルという、果実から抽出したアミグダリンなどを成分とする物質が癌の代替療法として流行したけど、実際に末期癌患者179名に対してレートリルを用いた治療を行った結果、部分的にでも効果が見られた患者はわずか1名で、癌に対する特段の効果は見られなかったよ。アミグダリンを信じている人には申し訳ないが、それはまやかしの希望なんだ。アミグダリンは植物の酵素や人の腸内細菌により段階的に分解され、生酸を発生させるよ。言い換えると、ビワの葉や獅子を口にした場合、体内でそれらから生酸が発生し、量が多い場合には頭痛やめまい、おしん、嘔吐といった中毒症状が発生することがあるよ。また、海外ではアミグダリンをサプリで大量摂取して死亡した事例もあるから注意だよ。まあ、死因癌は避けられるかもしれないから、多少はね。もっと避けるべきものが避けられていないんですが、それは。ちなみに熟したビワの実や、葉や獅子であっても調理してあればアミグダリンの分解が促進され、生成する生酸が体内に入る前に拡散するので中毒のリスクは下がるけど、それは調理の具合などにもよるので、食べるにはやはり注意が必要だよ。未熟なものを、生のまま、大量にというのが一番危ないんだね。なお余談だけど、梅、桃、すもも、あんずなど、ビワ以外の果物でも未熟な獅子が、アミグダリンなどの生酸化合物を多く含む恐れがあるものがあり、ビワの獅子と同様の注意が必要とされているよ。お店で買えるようなものは大丈夫だろうけど、個人で栽培したものなどは注意が必要だね。お次はブラジリアンナッツ。ブラジリアンナッツはブラジルナッツとも呼ばれる、アーモンドの2倍ほどの大きさのナッツで、ミネラルの宝石とも呼ばれ、様々な栄養素を豊富に含むため、ネット販売サイトなんかで健康に良い食品としてよく紹介されるよ。そんなブラジリアンナッツだけど、1日に食べる量は1粒か2粒ほどにしておくことが推奨されているよ。これはナッツは高カロリーだから、というわけではなく、このナッツに含まれるセレンが原因で、セレンは摂取量が多すぎると中毒症状を起こし、摂取量が少なすぎると欠乏症になり心臓病や免疫機能の低下といった症状が現れるよ。というわけで、セレンは多すぎず少なすぎず、適切な量を摂取する必要がある元素なんだけど、WHO の基準では1日の推定必要摂取量は 24.2 マイクログラムほどであり、多くても数百マイクログラムを超えないようにすることが推奨されているよ。セレンの化学小話も近々、数ヶ月以内にあります。それでブラジリアンナッツに含まれるセレン量はというと、1粒約 4g が75マイクログラムほどのセレンを含んでいるとされているよ。これはつまり、ブラジリアンナッツ1粒で1日に必要な量のセレン量を軽く超える量を摂取できるということで、5粒も食べればセレンを取りすぎの状態になってしまい、これを継続的に続けるとセレン過剰で慢性中毒になってしまうよ。ミネラル豊富で健康に良いとされるブラジリアンナッツだけど、むしろ健康を守るためには食べ過ぎないことも大事という話だったよ。過ぎたるは及ばざるがごとしだね。お次は魚の肝。
魚料理は種類が豊富で、調理法を工夫すれば魚に食べられないところはないと言っても過言ではないかもしれないけど、特に食べ過ぎに注意しなければならない部位を挙げるとすれば、魚の肝臓が挙げられるよ。ハタ科のイシナギ、それにサメ、マグロ、カツオなどの肝臓にはビタミン A が豊富に含まれているんだけど、ビタミン A は脂溶性であるために比較的体内に残留しやすく、そのため過剰摂取した際に中毒が起こりやすいよ。ちなみにイシナギの肝臓なら5から10グラムほどで中毒になる可能性があるらしいよ。肝臓5グラムってどれくらいなのさ。うぷ主も魚に詳しいわけじゃないんだけど、イシナギはどうも体長が1メートル以上はある大型魚みたいだよ。だから1匹分の肝臓でも十分中毒できるくらいの量はあるんじゃないかと思うよ。中毒できるって？中毒になると激しい頭痛、発熱、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛などの症状が現れ、さらに特徴的な症状として顔面や頭部の皮膚の剥離が起こり、重症だと皮膚の剥離が全身に及ぶらしいよ。また、明治時代から魚の肝臓によるビタミン A 中毒の症例は報告されていて、2006年から2015年でも中毒症例が3件発生し、26人が中毒症状を患っているよ。皮膚の剥離って、Jウイルスかよ。ちなみにイシナギの肝臓は1960年に食品衛生法で食用禁止措置が取られており、市場で販売されているイシナギは食品衛生法に基づき肝臓が除去されたものだから安全だよ。ただ、個人で釣ったものなどは肝臓を除いてから食べないと危険だよ。フグ以外にも肝を捨てないといけない魚もいるんだね。フグの場合はたくさん食べなくても命に関わることもあるけどね。最後は銀杏。銀杏は胃腸の実で、独特の匂いがするため好き嫌いは分かれるかもだけど、行って塩をかけてお酒のおつまみにしたり、おでんの具や炊き込みご飯に使われたりして、好きな人は好きな食べ物だと思うよ。うぷ主は割と銀杏好きだよね。なお余談だけど、銀杏の匂いの原因となる物質は酪酸ことブタン酸とエナント酸ことヘクタン酸であるらしいよ。そりゃ臭いわけだ。ただ、銀杏も一度に大量に食べると嘔吐、下痢、呼吸困難、痙攣といった症状を起こすことがあるよ。過去には銀杏を約7時間でおよそ50個食べた1歳の男児が、3時間後に全身性痙攣を起こした事例、2歳の女児が50から60個の銀杏を食べ7時間後に嘔吐、下痢、9時間後に全身性痙攣を起こした事例、41歳の女性が60個の銀杏を食べ、4時間後から嘔吐、下痢、両腕の震えを起こした事例の報告があるよ。うぷ主、銀杏は好きだけどさすがにその個数は食べたことがないぞ。これらの症状の原因物質は銀杏に含まれる 4-O メチルピリドキシン、慣用名ギンコトキシンというピリジン化合物だよ。ちなみに慣用名のギンコトキシンは、胃腸の学名がジンクゴビロバであるのと、毒を意味する特進を組み合わせたものだと思われるよ。つまり胃腸の毒ってことだね。とてもストレートで、わかりやすい名前だね。ギンコトキシンは構造がビタミン B6 に非常に似ているため、体内でビタミン B6 の働きを阻害するよ。ビタミン B6 は抑制系の神経伝達物質である GABA、ガンマアミノ酪酸の整合性に関わるんだけど、ギンコトキシンはこの GABA の整合性経路にビタミン B6 の代わりに入り込んで阻害するため、その結果ビタミン B6 欠乏症の状態になり、 GABA が整合性されず、神経伝達物質の興奮と抑制の間の平衡が崩れて、その結果として転換の発作を引き起こすよ。つまり銀杏の食べ過ぎで興奮状態が止まらなくなってしまったってこと？ざっくり言うとそういうことみたいだね。ちなみに銀杏の中毒症状を抑えるにはビタミン B6 を投与するのが効果的だとされているよ。ビタミン B6 が増えて GABA も増えれば落ち着きを取り戻せるね。そんなわけで、異常が食べ過ぎると実は危ない食べ物と、その原因物質の話だったよ。こんな食べ物が、というのもあったし、原因物質もそれぞれ違っていて面白かったね。まあこうやって紹介はしたものの、普通の食生活をしていれば今回のような中毒になることは基本ないと思うから、よた話程度に覚えておいてもらえればと思うよ。まあ危険という意味ではカロリーや塩分の摂りすぎやアルコールの飲みすぎの方が現実的なリスクだもんね。何事も適度に食べるのが大事。卵だけとかバナナだけみたいな食生活はダメだぞ。それでは、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。